報告書を作成したアレクサンダー・ハミルトンの肖像が、ジョン・パランブルが1792年製造業に関する報告書はアメリカ合衆国建国の父であり初代アメリカ合衆国財務長官でもあるアレクサンダー・ハミルトンがアメリカ合衆国議会の要請に答えて発行した3件の主要経済政策報告書のうち3番目のものであり代表作であるということができる。 1791年12月5日に議会に提出され、新しい共和国の経済を活性化させ、1783年に終わったアメリカ独立戦争で勝ち取った国の独立を確かなものにする経済政策を推奨した。ハミルトンの製造業に関する報告書は、イギリスのエリザベス一世時代の重商主義と、フランスのジャンバティスト・コルベールの施策の双方に根付く。 経済原則を打ち立てた。この報告書の基本概念は後に、ケンタッキー州選出のアメリカ合衆国上院議員、ヘンリー・クレイとその保育等が提唱したアメリカシステムに取り入れられた。前半生にヘンリー・クレイ関税保育と自称していたエーブラハム・リンカーンは、この報告書で述べられ、さらにクレイのアメリカシステム計画の礎石となった原則を、 奴隷制度そのものとその拡張に対する反対と組み合わせ、新結成された共和党の原則とすることになったハミルトンの概念は経済学のアメリカ学派の基礎を形成することになった。ハミルトンはアメリカ合衆国の独立を確かなものにするために国の経済制度の高級的な姿として製造業の発展を奨励し、その未来を保障する健全な政策を持つ必要が、 あると論じた。これらは製造業に対する補助金、適度の関税を適用する貿易の規制など政府の施策によって成し遂げられると主張した。これらの政策は製造業の成長を促進させるだけでなく多様な雇用機会を提供し若い国であるアメリカ合衆国に移民を増加させるものとされた。人口が増えれば農業を含め経済の あらゆる分野に技術と科学の適用機会も増やせると考えられた。ハミルトンは適度の関税を適用すれば国の資金となる歳入を増やせると論じた。関税は製造業に対する補助金などに資金を充てることで国内製造業を奨励し経済成長を促すことに使うことができると考えた。ハミルトンは関税を次の目的で使おうとした。ハミルトンは 適度の関税によって得られる資金に依存することになる製造業に対する補助金があれば物品の供給を減らしたり価格を上げたりすることなしに製造業を成長させる最善の手段になると論じたこのような直接支援による奨励策はアメリカの企業に競争力を持たせ国全体とともに独立性を高めるものとされた補助金は次のような目的で使われることが 考えられた。ハミルトンの第3報告書は、その発行後に補助金によって製造業を支援することに対する強い反対意見があったが、その大半が連邦議会によって採択された。反対した者たちを含めて製造業の自立は望ましく必要であることは合意されたが、それをいかにして達成するかについては意見の不一致があった。トーマス・ジェファーソンの指導する 民主共和党の反対意見は主に補助金に対するものであり、補助金が汚職につながる恐れがあり、新しい国家の他の地域よりも特定地域、すなわち農業の南部よりも製造業の盛んな北部をひいにしているというものだった。この南北の対立は、その後経済政策が発表されるたびに何度も浮き彫りにされ、最終的には南北戦争の勃発につながっていった。 連邦議会は製造業に対する補助金を除いてハミルトン報告書のほぼ全体を採択した。議会は製造業を奨励するために関税率を上げ輸入を制限する方向を選んだ。このことでハミルトンの適度の関税政策に不満だった多くの製造業経営者はハミルトンの連邦党から民主共和党支持に倉替えすることにつながっていった。 ハミルトンの経済政策に反対した者たちの指導的存在はトーマス・ジェファーソンとジェームズ・マリソンであり、決闘されたばかりの民主共和党の大半とともに製造業に対する補助金を使うことに反対した。製造業を発展させるためには補助金の代わりに効率関税と輸入制限を主張した。これは国内市場の保護を望んでいた。 製造業者そのものから好意的に迎えられた。ジェファーソンは当初農夫による農本経済を提唱していたが、その後の年月を経てハミルトンが当初描いた概念の多くを取り入れるように変化していった。ありがとうございます。